みんな、久しぶりに中号会議始めるよ。と言っても最近は上限の3に転職する人が多くて、柱はもうほとんどいないんだけどね。ご安心ください、親方様。私はいつまでも柱として任務を全ういたします。私もです、親方様。他の柱たちは鬼舞辻無惨を信用して上限の3になっているようですが、私は信用しません。行名、おばない、ありがとう。頼りにしているよ。たとえ柱が何人になろうとも、力を合わせて頑張ろう。そういえば柱はあと何人残っているんだっけ？はい、残りの柱は我々2人だけです。いや、めちゃくちゃ少ねえ。あれ、親方様に姫島さん、イグロさんじゃないですか。お久しぶりです。親方様、ご無沙汰しております。我々は上限の3となり元気にやっております。炭治郎に京次郎、元気そうで何よりだよ。親方様、彼らは元鬼殺隊とはいえ、現在は上限の3、お気をつけください。そうです、親方様。そもそもなぜここに来たのか、すべて信用できない。俺は信用しない。そんなこと言わないでくださいよ、イグロさん。そうだぞ、イグロ。俺たちは上限の3となって、永遠の命を手に入れたんだ。どうだ？お前も一緒に上限の3にならないか？貴様ら、ついに人間としての誇りもなくなってしまったのか。もう許せん。この手で倒してやる。姫島さんの言う通りだ。どんなことがあろうと俺は信用しない。そんなこと言わないで、イグロさん。イグロさんも上限の3になって一緒に上限デートしましょうよ。ふん、そんな甘い誘惑にイグロが乗ると思うか。我々を甘く見るなよ。待たせて悪かったな、カンロジ。俺も先ほど無惨様から血を分けていただき、上限の3になってきたぞ。さあ一緒に上限の3デートに行こう。いつの間に。というわけで親方様、私も上限の3となりましたので、本日限りで柱を退職させていただきます。今までありがとうございました。では失礼します。いや、お前が一番信用できねえ。よし、それじゃあ上限デートに行こうか、カンロジ。うん、こうやってまたイグロさんとデートできて私嬉しい。私たちのことを応援してくれる人はおばみつ頑張ってってコメントしてね。チャンネル登録と高評価も待っているぞ。じゃあみんな、また次の動画で会おうね。バイバイ。